ちは、シエルです。今日は私がなぜマジシャンになったかについてお話をしたいと思います。私の場合は師匠に弟子入りをしたことがきっかけなんですけども、まあその師匠がカラクリドール師匠なんですが、もともとねマジシャンになる前はダンサーとして活動をしていました。そのダンスのお仕事の中でイリュージョンアイドルユニットに振り付けをするというダンスの振付師の仕事を引き受けた時にですね、マジック指導で入っていたのがカラクリドール師匠だったんですね。でその時にまあ師匠に初めて出会って、マジックっていう世界を知ったのと、あとはカラクリさんにマジックを見せてもらって、まあいろいろ衝撃だったわけです。まあ、何が衝撃って、まずカラクリドールっていうね名前を聞いた時に、私は女性のマジシャンだと思ったんですよ。ドールだからね、なんか可愛らしい方来ると思ってたんですね。で初めましての時にね、おじさん来たからすごいびっくりしたんですよ。もういろいろな衝撃です。で、あの声もさ、あんな感じちょっと高めで、で、あの喋り方ですよ。いろんな意味ですごいと思って、本当にとにかくインパクトがすごかったんですよね。人生で初めて目の前でマジックを見たりして、まあ、それも衝撃でしたし、その時ね、割り箸を使ったマジックやったんですよ、師匠が。割り箸1本でなんかすごいことするなこの人と思って、実はその時期に私あのダンサーとして結構大きな挫折を味わっていた時で、結構悩んでたんですよ。そういうタイミングで、まあ、マジックの世界を知って師匠に出会って、だからその日にね、出会った日にも私、あ、マジシャンになろうって決めたんですよ。私あの思い立ったら即行動派なので、もうダンスをやめてマジシャンになろう。で、女性マジシャンっていうのが少ない世界ではあるんですけども、まあここで頑張っていこうかなと思って、本当その日に決意して、すぐもう私はマジシャンになるって決めたんですね。で、まあ、そこから、まあ、カラクリさんにはいろいろレッスンをしてもらったんですけど、週にね 2,3 ぐらい、2時間ぐらいのレッスンをしてもらって、もうね1ヶ月後にはマジックのお仕事をいただいてました。もちろん自分一人でショーをね何十分もするんじゃなくて、師匠がいて、で師匠が先やって、私が間で少しマジック披露させてまでまた師匠が締めるみたいな感じで、たまにあの師匠に弟子入りしたりして、こうレッスン費とかかかるんですかって聞かれるんですけど、カラクリ一座の場合は多分お金払って教えてもらってる人はいないと思うんですよね。逆になんか仕事をもらってお金もらってるみたいな感じで、でまあそのね、いただいたお金は当時はもう全てマジックにつぎ込むみたいな感じだったんですけども、その当時ね、まあ、師匠によく言われてたのが、マジックは、まあ、練習も大切だけど、とにかく人に見せなさいと、要は本番でこう披露してそこで学びなさいっていうことをすごい教わっていました。マジック10個ぐらいしかできないけど、とにかく現場で何回も何回もやって、まあ、トークを磨いていったり、あのマジックってお客さんとのやり取りによってオチが変わってきたりもするんですよ。現象とかがね、最終的にどの現象にたどり着くかみたいな感じなのはお客さん次第だったりもするので、そういった部分では本当に本番で学びなさいっていう師匠だったので、とにかくもう現場に入る、本番でやってみるみたいなことをずっと繰り返していましたね。現場に立たせてもらったのと、あとまあ師匠見て思ったのが、本当にマジックの仕事っていっぱいあるなって、可能性をすごく感じたんですよね。5人ぐらいのお客さんの集まりでマジックをすることもあれば、2000人ぐらい の大きなイベントに出演することもあったり、ホテルのね企業パーティーだったり、屋外のショーだったり、ショッピングモールだったり、船の上だったり、本当にたくさんあるんですよ、マジックのお仕事って。すごい可能性があって、なんかすごいワクワクしていたんですよね。いわゆる今はそういう営業マジシャンというか、いろんなところでマジックをさせてもらってるんですけども、私今年でマジシャン歴11年目になるんですけど、日本の都道府県だと43都市でマジックショーさせてもらったり、あと出張マジックが多いと月に、ね、20日間ぐらい出張で日本中飛び回ってショーしたりとかもしていたので、いろんなところにも行けるし、毎回規模だったりお客さんが違うから新しい発見がいっぱいあるんですよ。なんかすごくやりがいもあるし楽しいなと思って、まあ、今に至るんですけども、でたまにね、マジックを覚えたての皆さんから、練習たくさんしてるんだけどなかなか人に見せれませんみたいな質問とかが来たりとかするんですけど、もう私もね最初はやっぱりドキドキ緊張したり、新しいマジックは今でもね
かなり手が震えたりとかするんですけど、マジックを披露すれば披露するほどお客さんからもらえるものっていうのかな、なんかすごいパワーをいただくんですよ。でそれが自信になるんですよ。やっぱりマジックってなんか特殊じゃないですか。不思議なことがバンって起こったりするので、お客さんからうわすごいって言われたりとか、なんか楽しかったありがとうって言われたり、すごい感謝されたりすることが多かったりするので、そういう言葉とかからすごくね、なんか励まされたりとか、すごい自分の自信になるんですね。なので私はマジック披露すればするほどマジックの楽しさだったり、お客さんの温かい言葉から自信になったりするので、最初のね一歩はすごい大変だと思うんですけど、勇気を出してやってみると良いかなと思います。今はいろんなマジックの学び方があるので、弟子入りした方がいいかって言われると、また今はそういう時代じゃないのかなみたいな感じにも思うんですけど、まあ、とにかく私は弟子入りをしたことでかなり近道で仕事の学び方と、あとは可能性を感じることができたので良かったかなとは思っています。なので皆さんも憧れのマジシャンさんがいたりとかすると思うので、その人がどういうところで活動していて、でまあ同じことをしたければその人がやってることを真似してみるとかが良いのかなと思います。まあ、そんな感じで私のマジシャン人生がスタートしたんですけど、ちょっとこれはあんまり今まで言ってきたことはないんですけど、実はカラクリさんに弟子入りをして1年後ぐらいに1回に私カラクリさんから離れているんですね。まあ独立っていうのかな、カラクリさんの何かがあってとかじゃなくて、ちょっといろんなね周りの大人の事情で離れなくてはいけなくなっちゃったんですね。マジシャン始めて1年後ぐらいに急に外にブンって一人でこう放たれたわけですよ。でその時にまあね、みんなからは結構あもうマジシャン辞めるんじゃないみたいなことも言われてたんですけど、まあ私の中ではやっぱり1年間での学びと、あとは本当に楽しかったので、知れば知るほど多分楽しくなってくる世界なの でそこでまあ続けたいなと思って、でその後はちょっと一人でね仕事を取りに行くというか活動を始めたりとかして、まあいろいろね自分なりに動いて、でいろんな経験をして、まあ勉強になるというかね、まあ、あの時は結構いろいろ考えてたのかな。いやでもやっぱマジック楽しかったから楽しくやってたのかな。でもまあ全ては経験だなと思うので、まあ一人になった時にまあそれはそれでいろんな学びをして、今のね私のお仕事にもつながってきてると思います。あのマジックのお仕事の話はいろいろしていきたいなと思っているので、皆さんよかったらこちらのシエルチャンネルもチェックしてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。